まだだってまだ、まあ、あの昨日実は行ってたんで、あのすごくなんていうかな、あのアレイブを非常に楽しむことができたので、まあもちろんこれがあったんで今日戻ってきたんですけど、逆にいなくてよかったなと思って、あの随分喋るよねごめん、あの思いとしては静かにひっそりとこう涙を拭いたい感じなんですよ。だからまあそれを今日の10時ぐらいになるといいなと思ってます。いつまであれって言うんでしょうかね。次はほらそれが待ってますから。はい、いやあのまあ取っときますよ、取っときますよ、みんなね、あのはい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。カルティエの時計との思い出とか何かありましたらお聞かせください。あの本当に今これあの私物なんですけど、あのこれちょうど2003年にあのラストサムライが公開されるプロモーションの前に、アメリカで買ったんですね。でやっぱりあのそれまでって本当にあのあんまりなんていうかな、時計に興味がないっていうか、で大体僕らすぐ外しちゃうんですよ現場行くと。だからあまり高価な時計を持つっていう感覚はなかったんですけど、せっかくこんなすごい映画を撮った時のご褒美にっていうんで、まあ、これを買って、で最初のね、向こうでラウンドテーブルってあるんですよ。5分ぐらいを50人ぐらいずっとやるんですね。それの最初のアメリカのなんかね、ニュースのコメンテーターかなんかが取材に来たんですけど、一目でいいとこだなって言ってくれたんですよ。でそれはすごく印象に残ってますね。まあそれ以来だから大事な時はこれを使う、つけるって感じですね。ありがとうございます。そしてあの今回のオーディオガイドを担当されたということで、はい、いかがでしたか。こんなすごいことになってるっていうのがまだあの紙でデザインで見た時は僕の中ではイメージできなくて、それでどれぐらいお客様 の、 そのまあヘッドホンとかイヤホンで聞かれるっていうことだったので、あの本当にこう近くに寄り添ってこう優しくっていうかそっと語りかけるみたいな、でも内容は結構きちんと伝えなきゃいけないので、その辺のこうバランスを考えながら、あの文言も含めてあのディレクターやカルティエの人たちと相談をしながら、結構丁寧には撮りました。まあ、ちょっとまだこの中で聞いてないので、あのちゃんとできてるかどうか分からないんですけど、なんかこんな人に聞いてほしいとかってイメージありますか。いや僕だから年齢層高いでしょやっぱり、それはね。ガスポーズもいいですよ、ガスポーズも。それはね、まだ撮ってないですね。いやいや、ありがとうございます。